どうも、バンちゃんでーす。よろしくお願いします。本日ですけど、皆さんにご紹介したいものがあります。そちらがね、こちらです。ででん。パナソニックの 4K ビデオカメラです。イエーイ。まあ、こちらなんですけどね、まあ、僕が、まあ、YouTube をするということで、まあ、我が家にやってきました。はい。ということで、今回なんですけども、お家の中で撮影するときに、この 4K のビデオカメラと、この GoPro、どっちで撮った方がおすすめなのか、ちょっと比較していきたいと思いますので、で、こちらの動画を見て、ぜひビデオカメラ、GoPro を買いたい人、買う時の参考にしてくれれば嬉しいなと思いますので、よろしくお願いします。で、なんでこの企画をしたかっていうと、僕自身ね、4K のこの GoPro、ビデオカメラ、どっち買った方がいいとかっていうのはね、すごく悩んだんですけど、まあね、僕はこうやってせっかく、まあ、手に入れて、撮っているので、まあ、そちらを、皆さんこのカメラ買うときに、まあ、悩むことはあると思うんですけど、まあ、買うときの参考にしてくれればすごく嬉しいなと思いますので、ぜひ参考にしてください。よろしくお願いします。今ちなみに僕が撮っている機材の方がこちらの GoPro Hero 8 Black ってやつで撮影してるんで、GoPro のねこちらの方気になっている方はね、今の映り方だったり声の入り方っていうのを参考にしてくれると嬉しいです。で、こう 4K のパナソニックの 4K のビデオカメラの方はまだ開封してないので、これから開封式に入りたいと思います。いまーす。ピーン。こちらがね、開封した商品となります。で、まずカメラの方を見ていきますけど、パナソニックさんの、まあ、4K で、こちらねマイクがここら辺についてて、まあ、すごい音声広めそうだよね。であとはね、この白色ってところではね、ちょっと高級感でもいいかなと思う。あと普通に軽いんだよね。超軽い。超軽いっす。はい。まあ、あとは、充電器のバッテリー。あとはカメラのレンズ。あとは、HDMI コード。あとこれ、よくわかんないっす。であとは別売りになるんですけどね、この SD カードの 64GB。まあ、あとちょっと液晶割れるの怖いんでね、フィルム買っちゃいました。はい。で、次なんですけどね、4K ビデオカメラの方の、まあ、すべて準備が整いました。ってことでね、次は、今 GoPro が撮っている高さと、あとは、位置、ちょっと変えずに、次こちらのカメラと変えます。で、そちらの映像をちょっと見てもらって、違いみたいなのを、確認していきたいと思います。はい、こちらがね、パナソニックの 4K ビデオカメラの方ですけど、まあ、GoPro よりね、すごいズームになってね、もう俺も腰曲げないと全然入らないぐらいのね、高さになってるんですけど、まあでもどうですかね、明るさだったり声の入りみたいなの、僕もちょっと編集見ないとまだ分かんないんですけど、ただ、GoPro と違って、この、なんだろう、今撮れてる姿みたいなのは見れてて、まあそれ見る限り画質みたいなのはすごいめちゃめちゃ綺麗ですね。はい、ではね、ちょっと高さの方を調整させてもらってね、今これから僕の一発芸みたいなの披露して、まあ、GoPro と一眼の映り具合ちょっと確認してもらえればと思いますので、いきます。構えて。ダダスカスカスカダダスカスカスカダダスカスカスカダダンダンベイ。ありがとうございます。で、まあ、次の方なんですけどね、GoPro で全く同じようなことしてね、で、GoPro の方もまた調整して、同じようになったんですけど、ただ、その次は、映り具合だったり、声の張り方みたいな違いを感じてもらえばいいなと思うので、レッツゴー。で、今ね、これ撮影してるのはね、いつも使ってる GoPro 8、ヒーローブラックですかな、で撮影してるんで、全くさっきの 4K ビデオカメラと同じギャグをやるので、まあ、それで音質だったり、画質、画角みたいな違い感じ取ってもらえばいいなと思いますので、ちょっと僕も息振り絞っていきます。セッツ。ダダスカスカスカ、ダダスカスカスカ、ダダスカスカスカ、ダダンダンベイ。ありがとうございます。4K のビデオカメラ、まあ、GoPro と同じ内容でちょっと撮らせてもらったので、ちょっと見比べて比べてください。見比べてください。見比べてください。はい。それでね、ちょっとどっち買おうかなって悩んでる人、ぜひね、参考にしてもらって、ちょっと購入に結びつけてもらえばなと思います。ではね、今、パナソニックの 4K のビデオカメラに変えてるんですけども、まあ、またね、ちょっとつまらないギャグもお見せしちゃったかもと思うんですけど、まあ、僕の今回の企画でもある、家の撮影では、4K のビデオカメラ、GoPro どっちがおすすめなんだっけってところの結果は次の、ちょっと文面でちょっとお知らせしますので、まあ、ちょっと編集して音質だったり価格っていうところの僕がいいなって感じのところをまとめておきますので、
ぜひそのまま見ててください。で、あとね、いいなと思った方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ぜひね、あと良くても悪くても、まあ悪くても本当にいいんで、ちょっとこの評価の方もぜひよろしくお願いします。バイちゃん。